それでは最後に笠置静子さん、皆さんご存知だと思うんですけども、彼女の曲をちょっとメドレーでやって、派手に元気になるように終わりたいと思います。じゃあ行きましょうか。Thank you.
がとうございます。